はい、カバージブクロカッパ炎上で、じゃあまず最初はね、中東アラブの方から日本は罠にかけられたんだ、そんな声が来てまして、これまあなんか第二次大戦のね、真珠湾攻撃を決断した日本に対して、まあアラブ社会からなんか同情の声が集まるっていう、そういうお話ですかね。太平洋戦争、開戦から79年となる7日、日本時間だと8日になるのかな、旧日本軍による真珠湾攻撃が行われたハワイのオアフ島では犠牲者を追悼する式典が開かれましたと。攻撃開始時刻7時55分、8日2時55分に合わせて、式典会場の公園には鐘の音が響き渡り、参加者は黙祷で約2400人の犠牲者に哀悼の意を捧げましたと。で、今回は新型コロナの影響で参加者の数が大幅に縮小され、退役軍人などはオンラインで参加していたと。で、真珠湾攻撃の関連ニュースは中東でも毎年大きく報じられていて、以前英国のこのスカイニュースのアラビア語版が投稿した動画は600万回以上再生され、コメントも2000件を超えていたと。アメリカは日本の攻撃を知っていたという説は現地でも一般的になっていて、投稿には日本に同情的なコメントが非常に多かったという、そういうお話ですかね。だからまあアラブ地域の人たちのコメントが大半ってことなのかな。まず最初がスーダンの人、スーダンの人、日本は当時アメリカから制裁を受けてたから、シリアの人が、アメリカは日本の攻撃を知っていた、だけど特に対応を取ることもなかった、つまりどういうことだと思う。で、イラクの人が、アメリカの政治は基本的そういうやり方でしょう。で、また別なイラクの人が、日本の指導部は真珠湾に米軍の空母があると思ってたんでしょ、だけどアメリカは被害を最小限にするためにあらかじめ空母を他の場所に移動させていた。で、今度モロッコの人が、あの戦争で日本側にも多くの犠牲者が出た、だけど日本はアメリカの制裁や圧力から自分たちを解き放つことに成功した。で、またイラクの人が、ちなみに日本が降伏したのは原爆の影響じゃなくて、ソ連が日本を占領しようとしてたからだぞ。で、国籍不明の人、アメリカに立ち向かった日本の勇気に数千の称賛を送りたい、ナイトが舞台に登場したようなもんだったんだよ。で、今度エジプトの人が、でも結局日本は戦争に負けたことによって軍事的な帝国から工業的な帝国に移行できたよね。で、今度はオマーンの人、俺も結果として日本は平和国家になったという利点があると思う。今では発明と経済で世界を支配しているけど。で、この国籍不明の人が、アメリカは発展した社会だ、だけど都市への原爆投下は完全に黒歴史。で、エジプトの人が、それはその通りだと思う。でも日本だってアジアを植民地にしてた。で、イラクの人が、アメリカが攻撃を事前に知ってたのは有名だよね、知っていながら軍には通知しなかった、世論をまとめるために被害者になる必要があったんだ。で、国籍不明の人が、そういうのは陰謀論って言うんだぞ、その論が本当だとするソースはどこなの。で、チュニジアの人が、個人的に、枢軸側は戦略ミスをやらかしたと思っている、日本はアメリカとは争わないで、東側からドイツを助ければよかったのに。で、アルジェリアの人が、もしそうなったとしたら、ソビエトは西と東に軍を配置する必要があったもんね。で、イラクの人が、ドイツは自分たちがアメリカに宣戦布告したのと同時に、日本もロシアに宣戦布告するだろうと踏んでたからな。だから枢軸の敗戦は日本に責任があると思ってる。イタリア軍の弱さも要因の一つだけど。で、モロッコの人が、日本の真珠湾攻撃は基地への攻撃だった、一方でアメリカは市民の上に原爆を投下した。で、シリアの人が、そこには明確な違いがあるよね。で、モロッコの人が、日本の将校だかの言葉でこういうのがある、我々は戦場でアメリカに負けたのではない、研究室において負けたのだと。で、リビアの人が、欧米は戦争によって発展してきた、そして今はアラブを戦場にしている。で、エジプトの人が、紛争地を基地から一般の人が暮らす場所に移した時点でアメリカの行為は戦争犯罪だと思う。
で、サウジの人がアメリカの威信を粉々にした瞬間である。で、国籍不明の人が日本はアメリカと仲良くやってるけどあの2つの悲劇を忘れちゃったのか。イラクの人がアメリカは日本に攻撃されたんじゃない、わざと攻撃させるように仕向けたんだよ。チュニジアの人が当時アメリカ人は戦争に反対だったからね、日本は参戦の正当化のために罠にかけられたんだよ。で、イラクの人はここの人たちは日本にシンパシーを覚えているようだけど当時の日本を善人扱いするのも違うだろう。で、レバノンの人、原爆投下は人類史上最悪の犯罪だけど歴史を書くのは勝者だからな。まあそうですね、アメリカ在住のアラブの人かな。全ての国がそうであるように日本には自衛の権利がある、日本は当初平和的に話し合いをしようとしていたけどアメリカは話し合いには応じなかったんだ。で、アルジェリアの人が軍事基地を攻撃した日本、市民を攻撃したアメリカ、明らかに人権を侵害する行為をしたのに罰せられなかったのはおかしいと思う。で、スーダンの人も日本は眠れる巨人を起こしたわけじゃない、背徳主義に立ち向かったんだ。で、モロッコの人も日本はアメリカに戦争を仕掛けたのがミスだったし、ドイツはソ連に戦争を仕掛けたのがミスだったな。また別なモロッコの人はアメリカは攻撃を誘導したんだよ、日本を悪者にするために、戦争に参加する理由を探していたからね。で、またアラブの人、一つ言えるのは日本ドイツと連合国に大きな違いはないということ。もし日本とドイツが戦争に勝っていたとしたら現在世界には彼らの価値観に基づく秩序があった、たったそれだけの違いなんだよと。まあこんなやりとりだったんですけども、まあこれはまあ確かにアメリカ政府に乗せられたっていう見方がね、できなくはないと思いますけどね。まあアメリカはね、日本が手を出すまでずっと攻撃してたと、マッカーサーも言ってましたからね。まあ乗せられたっていうよりはまあそれ以外の選択肢がないように仕向けられたってことなのかな。まあ実際アメリカ国内でね、当時のアメリカ大統領という狂人、狂った人が何が何でも何とかして日本を戦争に引きずり込もうとあの手この手で必死だと当時のね、アメリカの人もアメリカで訴えてたりしましたからね。まあなんかコメントしてる人もいましたけど、歴史とはまあ勝者が作るもの、確かにそうね、そういう側面もありますからね。だからまあ結局このね第二次大戦に関してはまあ敗戦国っていうだけでまあ戦犯国扱いを受けましたからね。日本はこれは今も変わんないですけど、まあ毎回このね、第二次大戦の話ねちょいちょいこう話題に上がってくるんですけど、まあその都度ねこの終わったことを今更っていう気がするんですけどもね、なんていうかな、あまりにもこのね戦勝国連合国側ですよねと、あと特あのこのプロパガンダ、これがもうひどすぎますからね。まあ事実だけ、事実でもってこのね、正しくこの検証をされて、その作業が終わるのはどんぐらいかかるのかな、あと。てか終わるのかな?100 年とかかかるかもしれないですよね、本当に検証とかするとして。まあこれね、はめたのはっていう言い方してましたけど、まあそれアメリカのその民主党ね、まあ共産主義者と呼ばれる人たちですよね。だからまあ当時から今に至るまでこの共産主義者ってね、敵をこの同時打ちさせることをこう目的にね、要はこうなんていうのかな、薄汚いね戦術を用いてきたわけでしょ。だからまあ共産主義者が伝統的にこの民主党って名乗るのもそれですよ。だからまあアメリカの総意、アメリカ全体にはめられたっていうよりは、いや共産主義者にはめられたっていうことですかね。だからまあ今のこのアメリカ大統領選挙もそうで、要はもうねそのことに今はみんながこう気づいているからこそトランプさんを支持してるんでしょ。だからもうバイデンさんは絶対そういう意味でもありえないですよね。だってやっぱり、分断してね同時打ちね、仕掛けて、っていうやり口じゃないですか。やっぱねダメですよね、そういう意味でもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。